皆さんこんにちは。今回は、覇王オーダーを引いていこうかと思うんですが、まあ、超適当に、まあ、なんか、超適当なノリで、引いていこうかなっていう感じなんですけど、一周が11,250 ジェムかかるんですよね。4回分、ステップ1以外の4回分で2500が4回で1万ジェムと。で、全部で11,250 ジェムだから、今11,395 ジェムあるんで、まあ、これが一周できるということで、まあ、ちょっと引いていくんですけど、ね、この黒の波動切りと、この4枚まず見ていこうかと思うんですけど、これスキルクールタイム14秒ってこれは普通なんだっけ？なんか、短い方なのかな？ボーパルですね。なんかちょっと溜めて、攻撃する。なんか初動がちょっと遅いやつですが、スイッチ43か。普通ですね。クールタイム14秒。悪くはない方。水スキル使用時、敵へのダメージ 50% 上昇。まあ、これは、まあ、よくある効果、普通ですね。で、こっちが、キリと4枚条件があるんですよね。で、4枚以上っていうと、まあ、片手直剣だから、まあ、キリとのスキル結構、まあ、あるから、満たしやすいんかなって思うんですけど、まあ、実際やってみると案外厳しいという感じで、で、まあ、どういうことかっていうと、どういうことかって、なんて言うんだろうな。例えばだけど、まあ、こういうさ、コネクトスキル、まあ、編成に入れるとしたら、まあ、こういうさ、キリトのコネクトがあるんだったらいいんだけど、まあ、編成にコネクト入れるならですよ。入れるならなんだけど、まあ、なかったらこういうさ、75層クリアで手に入るこの配布のヒースクリフとか、まあ、俺も入れること全然あるんですけど、そうなると、編成にキリトが1枚入らなくなってしまうと、コネクト分カウント、まあ、されたいですよね。で、まあ、直剣モッド、まあ、2枚持ちできるできないは人によって、眼帯アリスあるかどうかで変わると思うんですけど、まあ、1枚だったらさ、まださ、持ってるかなみたいな、まあ、こういうの俺は一応あるからさ、まあ、でも水じゃないんだよね。なんかまあ水で2枚持ちって言うと俺水1枚も持ってないんですけど、これ火だからさ、まあ、例えばアクアコンバージョンとか使うとさ、これ火がさ、弱くなっちゃうから、アクアコンバージョンっていうのは、例えば、まあ、同じオーダーで言うとこれですね。これが、アクアコンバージョンって言って水属性ダメージが上昇する代わりに火属性ダメージが、まあ、減少するやつがあるんですけど、まあ、だから火属性の直剣モッドと一緒に使うと、まあ、相性良くないと。まあ、そもそもね、火属性一緒に使うことないんですよ、あんまり。残水が弱点の敵だったらさ、火属性まず使わないから。でもなんか、例えばイベントでさ、まあ、使いたいな、みたいな、これ合わせたらいいな、みたいな時にちょっとさ、よろしくないかな、みたいなくらいで。まあでもなんかその直剣元キリトのあんまりなかったり、一番はそうですね、アビリティの覚醒とか、まあここをキリトとかさ検索して、でまあ歴戦のキリトね、こういうのとかあったら、まあ一枚忍び込ませておくかなくらいでさ、一枚条件とかだったり、まあパワーライズとかだったら、まあ、これなら、まあ、この絞り込み検索で、パワーライズ3ってやると、まあ、こういうのもね、出てくると、このネオン街の、まあ、キリトとか、俺はだけどね、パワーライズ、キリトのはこれしかなかったりと。で、そういう感じで、キリトの、まあ、強いさ、アビリティがなかなかないんですよね。キリトの覚醒で絞ってもこれ、まあ、こういうのが出てくるんですけど、全然ね、ない、なんかその全スキルを確認してもなかなかなくて、っていうので、キリと4枚条件っていうのがちょっと厳しいと。で、仮にアビリティでそのキリとのさ、こういうさ、パワーライズとか、俺はあるんだけど、そのない人とかもいっぱいいるわけじゃないですか。あと、力戦のキリととか、力戦ってさっきの攻撃力 30%、34% だっけ、5% だっけ、なんか上がるやつあるじゃないですか。そういうのとか、まあ、ない場合は、まあ、これかなりね、厳しいということで、まあ、覚醒じゃない
ない歴戦多いですよね。まあなんか最近ね、ちょっとずつね、出てきたんですよ。歴戦ってこれ調べて、こういうのがね出てくるんですけど、これ精神統一3って言って覚醒率も上がるやつなんで、あとは属性ダメまで上昇するってやつね。こういうのなら強いんですけど、まあ正直まあ普通の歴戦ね、覚醒率上昇する効果とか何もない歴戦入れてもまあ強いっちゃ強いんで、全然まあキャラ条件満たすためにね、ちょっと妥協で入れるかなみたいな感じあるんですけど、まあとにかく俺が言いたいのは、そのキリト4枚条件っていうのは特に始めたての人には厳しくて、最近本当に始めたての人が俺が入ってるキルトに体験に来てくれたんで、2人くらい、ちょっとミラティブの生配信でちょっと仲良くなってちょっと仲良くなったとか言うと失礼か仲良くなって、で、まあ、なんか体験入ってもらってちょっと教えてるんですけど、まあ、4枚条件ねやっぱ厳しい感じですね。特に覚醒のキリトとかが、まあ、あんまない感じで、やべ、ちょっとガチャ動画なのにちょっといろいろ喋りすぎてるから、まあ、ちょっと、まあ、もうこれくらいにして、キリトは。で、こっちの勇気ですね。勇気、これがね、めちゃくちゃ強いですね。残属性で攻撃時っていう条件はあるんですけど、始めたての人、直剣もっと使う人多いと思うし、まあ、普段のイベント集会とか、めんどくせえと、直剣元編成とかにすると思うんですけど、これがね、上昇値貫突すると、これ、歴戦より強いですね、数値的に。だから、まあ、これ、覚醒じゃないんですけど、しかも、フルバーストアビリティだしね。最近ね、出た、これもう、オーダー解析期間超ギリギリなんですけど、フルバーストアリスとかね、一応、風だから、今出てる、こっちの、勇気、これが、火属性ダメ低下なんですけど、風属性使う分には何も関係ないんで、で、これだけ注意ですね。最近ちょっと、これをね、俺使ったことないからか、まあ、この効果忘れてて、まあ、ちょっと勘違いしたツイートをしてしまったんですが、まあ、とにかくね、これがね、火力出す人は多分これ一番、火力出したいっていう、そう、序盤の、そう、始めたての初心者とかね、これが一番当たりかなって、この中では思います。結構、これからも使っていきそうな感じですね。パワーライズとかと一緒にね、入れたりして、パワーライズとか、まあ、あとはライトマジックとかっていうね、まあ、このライトマジックっていうのもね、これ以外に、この防御上がる効果以外にもね、なんか、他に効果ついたりとかもね、最近ちょっとずつ出てきたんで、もうこれからね、もっと他の効果ついてるライトマジックとか出るかもしれないんで、まあ、出るかどうかわかんないですけど、まあ、インフレする可能性もなきにしもあらずなんで、まあなんか、でもライトマジック出たら、狙った方がいいと思うけどね、ステ5とかでさすがに来たら、これステップ5式で、ステップ5で新星4確定なんで。で、リズベット。これが、コネクト、俺これ一番欲しいかな。俺火力目指してるわけじゃないんで、一番タンクとかサポート系目指してるんですけど、サポートでめちゃくちゃ強いと。まあ、でこれコネクトチェーン効果っていろいろ書いてあって、まずこれスイッチゲージ10、20、30っていうのが、これが無条件ですね。スキル命中時、これキャラ条件何も満たしてなくても発動すると。でこっちが、キリト2枚条件だけど当てるだけで SP 回復すると。でこの SP 回復っていうのが、まあ、クリティカル発生時とか条件があったりするものもあるんですが、これはキリト条件だけでいいってことで、まあでもなんかキリト2枚っていうとちょっと、もしかしたらタンクとかで使う場合は編成が難しくなるかもしれないけど、何よりこれ受け流し4バフがあるのが大きくて、なんで大きいかっていうと、このブレイクゲージ44っていうのが、まあ、ギリギリですね、ブレイクの指輪つけて八方崩しっていうブレイクゲージ増加量が上昇するアビリティ効果つけるとギリギリですよ。相方の片手コンブレイク、51層目キックって片手コンブレイク2人必要なんですけど、相方が51以上のやつ発砲崩し込みで打った場合はこれギリ多分ですけどブレイクできるって感じで、まあ、そういう理由からちょっと欲しいなっていうのがあって、まあ、特にこの受け流し4バフ大きいっていう言ったのは、そのブレイク以外のね攻撃でもねかなりね食らうんで、これでね耐えるということができるっていうことで、
まあコネクトなんでこれ自体のスキルクールタイムは12秒なんですが、まあ連結するとね少しずつクールタイム増えていくんで、でまあスイッチね、77とちょっと、多いんですけど、まあその分単体7連撃とちょっとね長めで、でこれのモーションが超面白くて、ちょっとツイッター上げてる人いたんですけど、あのポカ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 ってなんか殴るあのモーションで、まあ実際これは見せないとわかんないと思うんですけど、ちょっとあのいちいち許可取るのだるかったんで、まあこれ動画あの何モーションの動画をさこの動画で使っていいかとか聞かなかったんですけど、あのまあとにかくねこれが俺は一番欲しいなっていうのと、シリカ、探検のシリカですね、筋力減退、これはもうあのギルドランキング戦で使いたいなっていうのと、まあこれから出てくるボスがねあのタンク厳しかったらこれでパーティーメンバーまたは、タンクやる人がですねこれで、敵の攻撃力を下げてなんとか耐え切るっていう感じになっていくのかな、それともなんか避けながらタンクやるとか、まあいろいろ工夫したタンクになるのかっていうのはまあわかんないんだけど、俺はこれはあのあって損はないっていうか絶対あった方がいいって思うし、これ自体アクセルなんでね、これはアクセルで使ってっていうのもあるし、まあこれまあアクセルスキルの特徴でこういうバフデバフ系があったらスイッチ打った時のこのスタック増加がめっちゃ大きいんで、でこれいろいろ説明したんですけど、この4つね俺どれが出てもいいと思っていて全部欲しいやつなんで、これ外れがないみたいな、まああえて言うとしたらこれだけど、これもさいずれさキリト4枚さ入れられるような所持スキルになってきたらギリギリさこうあの無理やりさあの組めなくもないんで、まあ無理やり組んだとしたらさあの使用あの何使えるスキルのあのソードスキルか、ソード打てるソードスキルの枠がねあの2枠とかになっちゃったりするんで、直径もと2枚持ちのが強いとかね、そういうことがまあ起こってくるんで、2枚持ちとかねあのフル直径のフルバーストとか直径のあの普通のバーストとかね、攻撃力のやつね、あの防御力 ×2 のやつね、まあそういうのとか入んなくなってきたら、まあ結局これ入れない方がいいみたいになるんですけど、まあとにかくねこれどれ当たってもいいということで、とりあえずねちょっとねまああの今日ちょこっとだけいいことがあったんで今変なテンションなんですけど、まあこの変なテンションのままねちょっと引いていこうかと思います。これさ読み込み長いの絶対これさあの確率操作してるでしょ。さて、探検、あ、探検、あ、お、お、お、持ってる、ゴミ。ゴミではないんだけど、かぶり。もう、かぶりイコールゴミ。これね、あ、うんこだね。うんこっこ。マジこれさ、なめと、まあ、ステップ1だから、全然いいんだけど、まあ、レイピア飛ばしていいかな。アビリティね。これで、フルバーストアビリティが来たら、演出、あ、ディアベルハーン。ディアベルハン最近復活したけどさ、あのディアベルハンのあの先出しの画像は面白かったんだけど、ちょっとストーリーはすごいあのシリアスな感じでねすごい見入ってしまいました。あのストーリー良かったです。あの運営さんありがとうございます。最後の1回でもないなこれ、かぶりか、まあいいでしょう。ステップに行きます。まあまあまああのステップ5まで行けばまあ新星4のどれかが出るんで、まあそれならね別にあの俺は不満、まあ不満出そうだ絶対文句言うわ不満なんかいつもさまあまあいいでしょうとか言ってさなんかこらえてるけどさ、あの実際心の中めっちゃ文句垂れまくってかねなんだこの野郎、まあ耐える、まあ耐えるとか言ってっけど、あの内心バチクソふざけんなって思ってるマジでうんこって思ってて、あのコンチクショーつってな、実は俺性格悪いんで、あの実は言葉遣いすごい悪いんですよ。かなりね動画だから抑えてるんですけど、もうねほんとね IF のオーダーは小賢しいんでほら、マジで小賢しい、これ。舐めやがってよ。ステさん行けば、まあ、ワンチャンね、ステさんの確定枠で、あの、なんか出るかなっていう感じはするんですけど、まあ、ステさん言うて多分、今回、あの、確率見てないけど、おそらく 8% とかなんですよ、新星音が。
まあね、みんな真似しないでね、ちゃんとね、引く前にね、確率だけしっかりね、見といた方がいいです。じゃないと、お前、騙されたみたいなことにね、なりかねないんで、全然ね、表記的には全然詐欺じゃないんだけど、オーダーのバナー的に詐欺じゃんみたいな言われてるやつがあって、あ、これ片手直剣じゃん。モッドの演出来い。モッドの演出来い。来い。うんこ、うんこ来るな。うんこ、うんことか言ってた。来い。あ、来た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 、おっかー、やったー。ステッサンで来たのは大きいけど、これステゴでこれ被ったらやだな。これね、覇王オーダー、これさ、オーラがいいよね。これめっちゃ光っとるよね。ね、一枚は欲しいと思ってた。ね、どうしても、あれ欲しいんすよ。リズベット。リズベットが一番欲しい。もう、最悪勇気のアビとか、もう出なくてもいいから、俺、もうリズベットが欲しい。どうしても欲しい。もうリズベット来なかったら、うんこっこ。マジでうんこっこ。うんこっこ、うんこっこ。うっこっこっこ、うんこっこ。あー、マジです。このさ、星さん以下のラインナップ、いつになったら変わんのこれ。マジで変わり映えがしねえ。アービーはびっくりした、マジ。今なんかすげえ嫌な予感したんだけど、かぶりみたいな。まあ、確定枠でか、以外でね、かぶる分には、まあ、まだ耐えるけど、うん。ね、俺、運営にはなるべく文句言わないようにしてるんですよ。いい子さんめっちゃ演じてるんですよ、お利口さん。めっちゃお利口さん演じてるんですけど、内心ボロクソ言ってます。心の中では超ボロカス言ってるけど、言わないようにはしてます。まあ、運営の仕方あれなんじゃねえのとか。なるべくね、言わないでフォローするようなことを言ってます。まあ多分、売り上げもすごいギリギリでやってて、本当に、もう、限界なんだろうからさ。一応気使ってはいるんだけど、なんかね、内心ね、ふざけんなこの野郎って思ってます。あー、来い、片手こう、片手、あー、やった、お、あ、来た、来い、来い、コネクト、コネクト、やったよい。イエー、勝ったー。マジで一周で出ないと思ってた。あっぷね、マジで。マジ幸せなんですけど。これだよ、これ。これのモーション、バリ面白いから見てみ、これ。いくよ？あ、これか。ね、ちょ、ビューモードにして、ビューモードにするとね、ちょ、見やすい。これくらいかな？こっちか。あ、ちょ、こ、あ、あれか！ソードスキルの、これアイコン、こういう感じなのね。いくよ。ほい。おいこれさ、モーションを、オフにしようか。あれ表示だっけ？エフェクト、ヒット、あ、エフェクトオフ。エフェクトオフにして、いきます。おい。ピコピコハンマーやろ、これ。マジでピコピコハンマーじゃん。ポンポン。はい、ポンポン。ふざけとんの、マジでこれ。俺めっちゃ好き、これ。超ふざけてる、これ。わ、俺最高、これ大好き、このモーション。一生懸命やん、マジで。超一生懸命で、草。草生え。さっきのね、モッドはね、おそらくこれ、ボーパルなんで、釣りキリトと同じような感じですね。まあ、クールタイムちょっと待つんですが、まあ、これ、よし、これ、ボーパルストライクみたいな、モーションですね。で、クールタイムもうすでに半分くらい、回復してるんですけど、クールタイム何秒だっけ？ちょっと、短かっ
ったような14秒くらいだっけ、ほら、おい、なんかかっこいいけどちょっと遅くて使いにくいかなっていう感じではあるんですけど、まああれですね、刻印は乗るということで、クールタイム14秒かで、コスト42か、コスト42って始めたての人は重いかな、これ32だから、まあ、ちょっとね始めたての人が装備するには少し重いかなって。これでもコスト44か、あ、じゃあこれ結構ねコスト高いから、まあ強めみたいな、まあイメージなのかなっていう感じですけど、今回はねなんとかね、あの当たったんだよね、ちょっとねディアブル班にね感謝しておきます、ありがとうございます。誰だよこの M 誰この人ちょっとな、プレイヤーネームあのこれ表示したまんまにして、私とありがとうございます。ディアベルのご加護ですこれはありがとうございます。ちょっとねあの面白い動画になったかちょっとわかんないですけど、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。なんだこれではまた。